アーナタール、アーナタール、アンイトルは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部のカッセル郡に、属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述するである。アーナタールは、ホアーハービヒツバルトの北、すなわち、ハービヒツバルト自然公園の北端に位置する。この町は、カッセルの北西、フェルマーの西にあたり、アーネ川が流れている。アーナタールは、 多くの山に囲まれている。西に、ホーアーデルンベルク、北に、シュタールベルク、南に、フィルンスクッペがそびえている。アーナタールは、北は、カルデン、北東は、エスペナウ、東は、フェルマー。以上、三市町村とも、カッセル群、南は、軍独立市のカッセル、南西は、ハービヒツバルト、西はツイーレンベルク。この二町村は共に、カッセル群と境を接している。 アーナタールはヘッカースハウゼン地区とバイマー地区とからなる。人の居住跡の最も古い出土品は紀元前4世紀のものである。バイマー集落は1097年にマインズのセイアルバン修道会の寄進書に初めて記録されている。この修道会はバイマーのベネディクト修道院をその参加に置いていた。ヘッカースハウゼン集落は1107年に 初めて文献に記録されている。バルナーの白海地門が断絶したためヘッカースハウゼンはチューリンゲンからマインツ司教領に移った。マインツ司教はここにチューリンゲン宝白に対する足場を築こうと気としていた。ヘッセン宝白カールの下でカッセルが経済的に力を伸ばしたのに伴ってアーナータールの経済状況も好転していった。1776年。 この町の大勢の若者がアメリカ独立戦争に従軍した。1972年8月1日、当時独立した町村であったヘッカースハウゼンとバイマーはヘッセン州の地域改革に伴ってアーナタールとして合併した。この町の議会は31議席からなる。この町の行政の中心はバイマー地区にある。町長は2009年4月1日から ミヒャイル・アウフェン・ンアガーセディである。アーナタールには、ヘッカースハウゼン地区とバイマー地区のそれぞれに駅があり、コルバッハ、バート・アーロルゼン・ボルフハーゲン・ツィーレンベルク、アーナタール・フェルマー・カッセルの路線に面している。2006年12月からは2本目のバス路線が、純粋な村のバスとして運行している。2007年からレギオトラムが、アーナタールとカッセルの路面電車モートが結ばたことから、 ヘッカースハウゼンにもう一つの駅、ヘッカースハウゼンイコールカッセルブレーテ駅を設けることが計画されている。アウトバーン A44 号線や連邦道 B7 号線、B83 号線、B251 号線がすぐ近くを通っている。カッセル中央駅へは、北辺線交通連盟の公共交通機関で、約20分で到着する。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。